5月号は富城市にあるアウトレットモールの敷地内にある沖縄サイエンスビュッフェカラ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 、カラカラ、うん、あんまり期待してなかったからか分からんけどめっちゃ種類があったように思った。あったんじゃないかい。うん、意外と食べるなって。唐揚げは美味しくなかったけど失敗。唐揚げはね、あれダメだよ。うん、ダメだよ、うん、ニンニクもダメですその後のご飯全部ニンニクの味しかしなかったんで。ニンニクはニンニクがあのダメって意味じゃないとあれでしょ。ニンニクの味がすごかったから、すごく、僕はなんかもう生でかじったぐらいのさ勢いがあったわけ。今もニンニク、今もニンニクで歯磨きしたいってよ、うん、何が一番美味しかった？せーの。待って。いいよ。せーの。チョコのスフレ。そう。チョコのやつ。チョコ、うん。やっぱり。チーズケーキだよね。スフレ、うん、あるんじゃない？一応あれ目当てだからいいんじゃないじゃん。うん。うん、飲み物もデジパったさ。ジャンクなものはなかったね。これで出てくるやつでしょ？うん、ファンタとか。得意のビネガーなんだけどさ。だって主食もいっぱい、このおかず系もいっぱい、うん、飲み物もデザートもいっぱいじゃない？うん、地味に比べたらさ、デザートは少ない、ケーキは少ないけどさ、別に十分って、うんうんうん、外さないから、うん、この確実にワンダおばさんはいる、うん、沖縄そばすごかったね。そう、ちゃんとしたらそばと、あのチーズケーキのためだけに行ってもいいと思ったって、うん。これはポテトフライ。たっぷり。ウインナー。あ、美味しかった？ウインナー美味しかったよ。唐揚げはあんまり。キッズコーナーが好きだったって。お値段が大人、税込みで1628円。で、ランチ11時から20時までかな、今のまん延防止の時。で、お値段がランチとディナーで違うけど。今日はオープンしたてぐらいに行ったからそんなに混んでなくてよかった、うん、後から来てたよね、ちょこちょこね、うん、あとハイボール入れた食べ飲み放題、ハイボール気になったって。2時間で2130円とか。夜だけかな。いや、なんか夜とかって書いてなかったさ。のアルコールやるときは声かけてくださいって言ったからさ、ね、あ、なんかカバーとかもなかったしね、うん、ビュッフェ食べ飲み放題。これは多分あのレモンサワーとか他のもんじゃないかな。割ったとか。あ、割っただ、うん、あとデザートバイキング800円。あ、デザートだけ？うん、あ、いいんじゃない、うん、でもあれだけと思う。果物、ヨーグルト、ぜんざい、パイナップルだけ、チョコファウンテンで、ワッフル、サーターアンダギー、お餅、うん、多いんじゃない別に。ピザなんか。ピザはないね。タコス、タコライスの素みたいな。なんだろう、特に洋食が超好きとかじゃなければいいんじゃない。値段もそんなに悪くない気がするよね、あの種類に対したら向井のただ中国のおばちゃんが気になっただけで、うん、お前で喋ったよね。あとは前行った時よりは清潔になってるように感じた。食堂みたいな匂いするね。食堂、空港から近いアウトレットモールの敷地内にあるから、うん、洋服屋さんが近くにいっぱいあって食べたカロリーを消費できます、歩いてでまだ消費しきれてないと思う。買うつもりじゃなかったのにこんなに安いってびっくりして買っちゃった。半額だから3000円としても1500円、うん、ちなみに140キッズそれいいサイズなんだ、うん、半額だよ、やばいと思うよ、うん、そう、半額じゃなくてもめっちゃ安いのに。ダーリンは緑ジャキーン、普通のちょっとだけ目ぐらい、うん、珍しい鮮やかグリーンにしました。これも半額、すごいよね。買うつもりじゃなかったのにめっちゃ安い。次からここに来るってよ、買い物、うん、半額で2500円、税込み4950円だから、うん、だいたい5000円として2500円。超生地が分厚い、うん、アウトレットってそういう意味なのじゃなかった？ B 級品じゃなかった？すごいね、めっちゃいいと思った、うんうん、さあ今日のバイキングは満足度何点でしたか？75。
75。唐揚げだけがさ、大ショック。いっぱい取ったのに大ショックだった。あんなに沖縄そばの麺が手打ち感満載だったのに、うん、唐揚げは冷凍食品感満載だった。ポルトフライも冷凍だったのよ、うん、だけどあれはね、あの噛んだ時のさ、あれが良くない、うん、いただけない。比較的に味、自分が味濃いすぎるだけだと思うけど、うん、パスタとかそばの出汁も味薄めではあったかな。どこで食べてもそばは私たちにしたら全部薄いんじゃない。じゃあ、あっちはだから、あのお年寄りにもいいかなと思ったから、お年寄りってあれだけど、お父さんとお母さんとまた行こうと思う。健康志向ではあるはずね、うん、でも自分が選んだのは全部ジャンクだったけど、茶色だったプレートが。枝豆以外全部茶色。お豆腐いっぱいあったよ。お豆腐系の料理、うん、ソフトクリームも豆乳だったし、うん、ドリンクも健康系だったよね。ドリンクはビネガー飲んだよ、ちゃんと、うん、まあ、いいんじゃない。期待以上にはよかった。全然大丈夫だった、うん、では、5月号でした。はい、また来月、次6月また新しいとこ、もしくはミスド。じゃ、バイバイ。バイバイ。なんで